日本ハム田中正義、2年連続20セーブ。3日、日本ハムはロッテに3対0で勝利。日本ハムの田中正義投手が2年連続20セーブを挙げた。3点リードの9回、一死一塁の場面で川野に代わり6番手で登板、試合を締めた。移籍初年度の昨季、途中から抑えに転向し、47試合登板で25セーブ。今季は途中で調子を落とし、2軍再調整を重ねながら、新たな球種を覚えるなどバージョンアップして1軍復帰し、キャリアハイの52試合目の登板で、節目の20セーブに達した。これにネット上では、20セーブに到達できたんだし、挑戦だと思って思いっきり楽しんでほしい。状態が良かった時の正義投手はすごかったので、他の状態に近い感じで挑めるように、残りはしっかり休んでから CS に向かってほしいです。正義が戻ってきたのはありがたい。あと2試合で調整して、万全の状態で待ち受けたい。正義には来季30セーブ以上を期待したい。柳川がクローザーにとって変わるまでは、まだ時間が必要だと思うし。